日本神奈川県横須賀市追浜追浜とは、神奈川県横須賀市北部の行政区域。横須賀市追浜行政センターの担当区域に、該当する。人口は32,095人。面積は7.126平方キロメートル。所属する地域は、浦郷町、追浜城、追浜東町、追浜本町、追浜南町、湘南高取、高取、夏島町。 浜県内の旧町域。北部は横浜市金沢区の六浦地域、東部は東京湾、南部は田浦地域、西部は逗子市,市に面する。追い浜は沿岸部は埋め立てが進んでいて工場地帯が造成されている。内陸部には山林を切り開いた住宅地が目立つが山林も残る。特に高取山が有名。商業地は おい駅周辺に集まる。沿岸部の夏島地区にある夏島海塚は縄文初期の遺跡、つまりこの頃からおいには人が居住していたことがわかっている。戦前は横須賀市の他の地域と同様に軍の施設が置かれた。特に横須賀海軍航空隊が有名。戦後は沿岸部の埋め立て地に日産自動車おい工場や関東自動車工業の 本社などの大規模の工場が置かれた。現在は工業地帯としてはもちろん、交通の便が良いため、東京や横浜のベッドタウンとしても栄えている。多くの工場が立地する大い浜には、社会人が活躍する、スポーツチームが多く存在する。特に有名なのは一時代を築いた、日産自動車公式野球部。また横須賀スタジアムには、横浜 DNA ベイスターズの2軍が、 本拠地を置いている。地元ではこれらの関係を重視して、町づくりに役立てている。横須賀スタジアム、ありがとうございます。